はい。次に紹介する漫画は、この、格好の言い名付けっていう漫画ですね。あの、古川美紀っていう人の作品ですね。2020年の9号から連載してるんで、まあ3年ちょっと続いてて、今現在なんか18巻まで出てるんですけど、まあ僕はこれまだ読み始めたばっかりなんで、あの、まあよ、まあどんな漫画かっていうと、まずこの女の子。えー、っと、 アマノエリカっていう女の子ですね。まあ、主人公はこの海野凪っていう人なんですけど、この海野凪っていう人とアマノエリカは、病院で取り違えられてて、あの、16歳になる、16歳の子にまであし、自分たちがなんかあの、違う親に育てられてるっていうことを知らなかったんですよ。だから、これ、格好の言い名付けっていうタイトルなんですね。で、あの、この二人は、あの、もう取り違えて、もともとちゃんとした親がいるんだから、まあ、 お互いの両親が、ま、元の家に戻すよりは、もうずっと16年間も一緒に過ごしてきたんで、もう情が移ってるっていうことで、あのー、やっぱ、自分の子供も大事大あ、大事だけど、育ててきたこの子たちもそれぞれ大事だっていうことで、じゃあ、いつのこと、二人に結婚してもらって、家族になろうっていうことで、まあ、婚約させちゃうんですよね。ちなみに2020年のあ、20年時点、時点では、女の子は16歳で結婚できるままです。 まあ、あの、今現在、2023年の4月1日からは、女の子は18歳にならないと結婚できないんですけど、この漫画が連載した当初は、あの、16歳でも結婚できたんで、まあ、結婚するっていうことにしてたんですけど、ただ、この主人公の、この海の凪っていう男の子には、あの、瀬川博っていう、あの、まあ、好きな女の子がいたんですね。で、 あの、この二人は、あの、もう取れ違えて、もともとちゃんとした親がいるんだから、まあ、お互いの両親が、まあ、元の家に戻すよりは、もうずっと16年間も一緒に過ごしてきたんで、もう情が移ってるっていうことで、あの、やっぱ、自分の子供も大事、大,あ大事だけど、 されてきたこの子たちも、それぞれ大事だっていうことで、じゃあ、いっつのこと、二人に結婚してもらって、家族になろうということで、まあ、婚約させちゃうんですよね。ちなみに、2020年のあ、20年時点、時点では、女の子は16歳で結婚できるままです。まあ、あの、今現在、2023年の4月1日からは、 女の子は18歳にならないと結婚できないんですけど、この漫画が連載した当初は、あの、16歳でも結婚できたんで、まあ結婚するっていうことにしてたんですけど、ただ、この主人公のこの海のなぎっていう男の子には、あの、瀬川ろっていう、あの、まあ好きな女の子がいたんですね。で、この瀬川ろっていう女の子なんですけど、あの、まあ、まあなんか、学年で一番頭がいいと。 そして、この瀬川博の理想のタイプは、自分よりも頭がいい子だと。で、この子に告白するために、この、この主人公、海のなぎはずっと勉強してて、ずっと2位だったんですよ。でも、ついに、あの、この瀬川博を抜くことに、抜くことができて、あの、1位になって告白したんですけど、あの、1回、1回勝ったぐらいじゃ、なんか、あの、付き合えないと。 今のところは、10勝1敗1分けだから、この成績をこあ超えたらっていう話だったんですけど、もう一個、この、瀬川博にはすでに婚約者がいたっていうところで、あの、一巻は終わってます。まあ、あの、この漫画の連載が始まった当初って結構あの、子供の取り違いがなんか、昔結構起こってたっていうことが、結構あるんですよ。もうほん、な話で、 なんか、60歳過ぎてから、あの、取り、あ病院の取り違いが発覚してあの、お金持ちの男の人と貧乏の男の子が、あの、取り違えられたっていう、いうところもなんか、本当に現実であるんですね。だからもう、その時期にこの漫画連載したら、なかなか見る目があるなっていう感じでもあるんですけど、ただ、この漫画、男の子と女の子を取り違えるって、いや、 それはないだろうね。<laughs> それはないだろうと思うんですけど、まあ、漫画自体1巻読んだ時点はもう続き楽しみにしてます。まあ、18巻までついてますけど、まだ連載は終わってません。